우리가먹는계란있죠皆さん私たちがよく食べる卵ありますよね그계란은유정란과무정란이있다고해요この卵には無精卵と有精卵があるそうです좁은닭장에서암컷을가둬놓고알을낳게합니다狭いケースの中で面取りだけを入れて卵を産ませるんですね그닭이낳은알은 100% 무정란이래요その面取りが産んだ卵は 100% 無精卵なんです그런데수컷과함께농장에서방목하면서낳은암컷이낳은계란은유정란이라고해요しかし온도리と一緒に話し合いをしながら産んだこの面取りが産んだ卵は유생란だそうです둘다겉으로보기에는알이기때문에계란이기때문에어느것이무정란인지어느것이유정란인지눈으로는구별하기가어렵답니다どっちも見た目は全く同じなのでどっちが無精卵なのかどっちが유생란なのかが見分けができないんだそうです하지만비교할수없는큰차이는그안에감추어져있다는거죠しかし卵の中にはとても大きな違いが隠されてあるんです어미암컷이알을품기시작하면서만개가되었을때는그차이는더확연하게드러납니다맨돌이가담어고아따따미하지메때それが만개になるとその違いはもう明らかになるんですね수컷에생명이있는유정란은햇볕에비추어보았을때그부화하기전부터생명이시작된대요命がある유생란は光を当ててみると孵化する前から命が始まるんだそうです기관들이형성되어지는그핏줄기들이뻗쳐나오고요기관が形を捉えてまた血管とか血筋が見えるんだそうです또만기가되어지면부화하여서새생명이태어난다는거예요そして満期となるとそれが復活して新しい命として誕生するんです하지만무정란은아무리품어도품어도그어떤변화도그어떤생명도태어나지않는다는거예요しかしこの無精卵はいくら面取りが温めても何の変化も起きないんです오히려암탉이품으면품을수록더곰고부패해져간다고합니다むしろ面取りが温めれば温めるほどその卵は腐っていくだけなんです그런데우리의생명도그런것같아요しかし皆さん私たちの命もこれと同じことを言うことができます지금은다같이살고있어서그안겉으로보기에는구별할수가없습니다今は皆さんみんな生きているので見た目では区別がつかないんですね하지만때가되면주님오시는그날이되면확연하게내안에생명이있는가없는가가드러난다는거예요しかし主が来られるその日になると私の中に本当の復活の命があるのかないのかが明らかにされるのです그런데교회를다니는크리스찬많은크리스찬들을보면무정란신앙을가진사람들이있다라는것입니다しかし教会を通っているクリスチャンを見ますと無精卵のような信仰を持っているクリスチャンが多くいるようです입으로는부활을이야기하고머리로는부활을알고있어요口では復活のことを言いまた頭では復活のことを知っているんですね하지만생활속에서는그부활의신앙을가지고살아가는가하면그런것같지는않은것같습니다しかし生活の中ではそのような復活の信仰を持って生きているのかを見ますとそうではないようですね그래서부활을이야기하고부활을아는것이그자체가중요한것이아니라는거지요ですから復活を知って復活を語る話すその自体が重要なものではないのです중요한것은내가유정란신앙인가무정란신앙인가하는것이중요한것입니다중요한것은私の信仰は無精卵のような信仰なのか有精卵のような信仰なのかが重要なんです그래서오늘우리에게주신말씀을통해서지금의나의신앙의모습은어떠한지분별할수있기를소원합니다점검할수있기를소원합니다それで今日の御言葉を通して今の私の信仰はどのような信仰なのかを点検したいと思います또내안에부활이있는지없는지살펴볼수있는시간되기를원합니다마타私の中には復活があるのかないのかを振り返ってみる時間になることを願います그첫째로내안에전도의능력이있는가살펴봐야돼요
その一番目として私のうちには伝道の力があるかを調べることです。고린도전서15장에서는이렇게말씀하십니다。第一の고린도人への手紙15章の14節にはこのように書いてあります。그리스도께서만일다시살아나지못하셨으면우리가전파하는것도헛것이요。キリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになります。그렇습니다성도여러분우리안에부활의생명이있기에전도의능력이부어지는거예요そうです皆さん私たちの中に復活の信仰があるので伝道ができるのです。부활로얻게된생명으로주님의복음을전파전도하는것입니다。復活によって与えられた命があるがゆえに力ある伝道ができるのです。지금300여명정도의성도가있는札幌의그리스도복음교회를 담임하셨던미츠하시목사님이계세요。今300人ほどの生徒が通っている札幌のキリスト福音教会を担任していた三橋牧先生という方がいらっしゃいました。목사님은소아마비로세살때부터양다리와오른팔을사용할수없는중증의장애인이었습니다。牧先生は小児麻痺で3歳頃から両足と右の腕を使えることができない重度の障害者でした。그런데그나머지왼쪽팔도거의잘움직일수없으셨어요。しかし左の腕さえも自由に動かすことができないものでした。그런미치하시목사님이20세가되던해에친구가꺼낸리어커에실려서교회처음나가게되었습니다。そのようなこの三橋牧先生は20歳頃友達にリアカーに乗せられて教会というところを始めていくことになります。 그때의말씀은예수님께서소경에게향하여서하시는말씀이셨어요。その当時語られていた御言葉がイエス様が盲人に向かっておっしゃった御言葉でした。누구의죄도아니고하나님의일을나타내고자하신일이라는것이었어요。誰の罪でもない、これは彼の上に神の御業を表すためだという御言葉でした。목사님께서는그말씀에감동과큰감동과은혜를받았습니다。목선생은그메시지에감동과매금이얻게됩니다。그리고그날로부터전도를나가기노방전도를나가기시작했어요。で、その日から노방전도를始めたんです。그리고목사님께서는하나님께기도를했다고해요。そして牧先生はまた神様にこのように祈ったそうです。누군가저를도와줄사람을보내주신다면평생주님의복음을전하는사람이되겠습니다。主よ、誰か私のそばで私を助けてくれる人を送ってくださるならば、私は一生主の福音を伝えていきますと。그때하나님께서는사모님을보내주셨대요。すると神様はその祈りに応えて牧師夫人を送ってくださったんです。사모님과함께신학공부를하고そして2人は신학校に入り신학校を学びました。그리고졸업후에는지금현재의교회에서개척을하셨대요。で卒業してから2人は今現在のキリスト教会を開拓したそうです。처음에는장애인이목회자인교회에사람들이잘오질않았습니다。しかし最初は목회자가障害者であるその教会には人々は来なかったんですね。하지만목사님과또사모님은끝없이기도와하나님의말씀을붙들고전도하며수고를아끼지않으셨어요。しかし牧先生と牧師夫人は一生懸命祈り、また一生懸命伝道し、神様の御言葉を握りしめたのです。그래서하나님께서는하나둘씩하나님의사람들로채워주셨다고합니다。すると神様はどんどん一人二人、どんどん神様の人たちを送ってくださり、その教会を満たしてくださったんです。불편한몸이전에거의몸을쓸수없는장애인인데도불구하고그안에주님주시는부활의생명이있었기에열심히기도와전도를아끼지않으신줄믿습니다。この牧先生は不自由な体だったんですが、神様がくださった復活の信仰があったがゆえ熱心に伝道し熱心に福音を伝えることができたと信じます。미치하시목사님은늘이런말씀을하셨다고해요。미치하시牧先生はいつもこのような言葉を語ったそうです。인생에는절망이없습니다。人生には絶望などはありませんと。그러므로성도여러분우리에게주신부활의생명으로하나님의말씀을하나님의복음을전하는저와여러분되기를
イエス님의이름으로축복합니다ですから皆さん私たちにくださった復活の命を持って伝道にもっと励む皆さんになることを主の御名によって祝福します。또그둘째로내안에믿음이있는가를살펴봐야돼요そして2番目として私の内に信仰があるかを調べることです。14절말씀에는믿음이헛것이라고말씀하시는그이후에또너희의아전파하는것이헛것이라고말씀하신이후에부활이없으면너희의믿음또한헛것이라고말씀하십니다先ほどの聖書の御言葉の中であなたの宣教も実質のないものになりますと後ろにはあなた方の信仰も実質のないものになりますと書いてあります。믿음은모든것을이길수있어요皆さん信仰は全てに勝ちます。그것이믿음의능력입니다これが信仰の素晴らしい力なんです。하지만우리에게부활이없다면그부활이없다면능력이빠진능력이빠진믿음에불과하다는거예요しかし私たちの中に復活がない信仰を持っているならば力が抜けてしまった無力な信仰になってしまうのです。청교도의신앙인으로남편의선교사남편이선교사인그미국의부인청교도인신앙인의부인이있었어요미국부인이있었어요正教徒の信者であるその夫がまた宣教師であるアメリカの夫人がいました。미국부인입니다アメリカの夫人です。그미국부인은남편을따라서아프리카로건너가서살게되었어요彼女は夫と共に宣教のためにアフリカに渡って過ごすことになりました。그런데어느해에심한가뭄이들기시작했습니다しかしある年に深刻な干ばつになってしまったんですね。그때남편은지방으로선교전도여행을떠났어요しかしそのちょうどその時夫は伝道のために宣教のために他の地方で地方に行ってところだったんです。그리고집에는세자녀와가정부만남아있었습니다家の中には3人の子供と家政婦がいました。가뭄이계속되던어느날이부인은창가에앉아서책을읽고있었어요日照りが続いているある日彼女は窓側に座って本を読んでいたんです。그런데밖에서아프리카의그남자사람남자들이이야기하는소리를듣게됩니다しかし外からアフリカの男性たちの話し声が聞こえてきました지금까지비가오지않는이유는이땅에서양인들이들어와서있기때문이야こんなに雨が降らないのはこの地に西洋人たちが入ってきたからだ그러니오늘밤선교사가족을죽여서신께바치세だから今夜宣教師の家族を殺して神に捧げよう이런소리를같이듣고있던가정부는늘친절하게대해주던부인을향해서울기시작했어요그の話を一緒に聞いていた家政婦はいつも優しくしてくれたその彼女のせいで夫人のせいで心が痛く泣きました그래서이번에는정말당신을도와줄사람이없을것같습니다라는말을합니다そして家政婦は奥さん今度は本当にあなたを助ける人はいないかもしれませんと泣きました부인은걱정이되고너무두렵기까지했어요でその夫人はもう怖くなって恐れていたんですね하지만우상을섬기는어리석은자들에게비참하게아이들을죽게당하게는할수없다라는생각이들었습니다しかし偶像を使えている愚かな者に私の子供たちを殺されるなんてそれはありえないと思ったんです그래서부인은간절히기도하기시작했어요それでその夫人は切に祈り始めました부인이기도하면기도할수록마음깊은곳에서우러나오는강한힘을느꼈습니다その夫人が祈れば祈るほど心の奥から出てくる湧いてくる不思議な力を感じたんです저녁때가되었을때늘하는것처럼부인은창가에앉아서책을읽으며귀를기울이고있었습니다夜になったら夫人がいつもの通りに窓側に座って本を読んでいました그런데자정쯤되었을때여러남자들이걸어오고있는발소리가들리는겁니다しかし夜の12時頃になると彼女の家に向かってくる足音が聞こえてきたんです하지만부인은침착하게가정부에게차와케이크를준비하도록했어요しかしその夫人は心を落ち着かせて家政婦に
お茶とケーキを出すようにお願いをしました。그리고마치귀한손님을맞이하는것처럼문도활짝열어두었습니다。そしてまるで尊いお客さんを迎えるかのようにドアも開けといたんです。그리고다시방으로들어와서자고있는아이들을깨워서옷을입히고데리고나와서같이이야기하고노래하며놀고있었어요。それで家に入り、部屋に入り、眠っている子供たちを起こして着替えをさせて、そして一緒に歌ったり、一緒に話をしたり、遊び始めました。몇몇의아프리카남자들은이제마당까지들어왔습니다。しかしその時、何人かのアフリカの人たちはもう彼女の庭まで入っていったんです。하지만 부인은마음을진정시키고소리를낮추어서부드럽게그들에게친절하게이야기합니다。しかしその夫人は心を落ち着かせて優しい声で言いました。여러분들어와서함께차와다과를나누시지요。皆さんお入りください。一緒にお茶召し上がってください。아프리카한사람이이렇게말을합니다。するとアフリカの人がこのように言います。우리들이무섭지않은가？あれ、俺らが怖くないのか？다시부인은이렇게대답을해요。するとその彼女はこのように答えます。이웃에함께살고있는이웃인데어떻게무섭다고할수있겠습니까？近所に住んでいる皆さんですから、怖がることはありませんと。아프리카인들은건들거리며집안을둘러보고이것저것만져보기도했어요。それでアフリカの人たちは家に入り、にらみを聞かしながら家のものをにじったりもしました。그리고부인은조용히오르간앞에앉아서아프리카말로찬송을부르기시작했습니다。するとその夫人は静かにオルガンの前に座り、アフリカ語の賛美を歌い始めたんです。찬송이끝나는때까지그방은조용했어요。その賛美が終わるまで部屋は静かでした。그리고아프리카인들은멋쩍었는지하나둘씩돌아가기시작했습니다。そしてアフリカの人たちは気まずくなったのか、一人二人帰っていったんです。그때서야부인은안도의한숨을내쉬며긴장을풀수있었어요。それでやっと夫人は椅子に座り、もう胸をなで下ろしたんですね。그리고그날밤새벽에기적적으로비가내리기시작했습니다。そしてその夜、不思議に奇跡的に雨が降り始めたんです。성도여러분、우리의믿음은주님을의지할때오는것입니다。生徒の皆さん、私たちの信仰は神様に頼る時に与えられるものなんです。죽음을이기시고부활하신예수님께만이우리의믿음이있는줄믿습니다。死を打ち破り復活されたイエス様だけが私たちの命なんです。부활의생명이바로우리의믿음이되어야될줄믿습니다。復活の信仰こそがまさに私たちの信仰になることを願います。그런데많은크리스찬들가운데서는생활이어렵고힘들때안절부절못하는모습을보는것같아요。しかし多くのクリスチャンの中では少し苦しいことがあるだけで心の平安を失ってしまう人たちが多くいるようです。조금만괴로운일이있어도마음이불편해하며마음의평안을잃어버리는것같습니다。少し辛いことがあるだけで心が不安になり、そして安定を失ってしまう人たちが多くいるようです。얼굴에웃음조차잃어버리게되는것같아요。顔には笑いさえも消えてしまうようです。혹시우리가운데지금내모습이무정란의신앙을가지고있다면，もし私たちの中に私の信仰が無精乱のような信仰を持っている人がいるならば，이제는부활의생명을바로알고회복할수있기를소원합니다。これからは復活の命の信仰を正しく知り、回復される皆さんになることを願います。그래서부활의첫열매가되시는주님을따르는제2의열매가되시기를소원합니다。それで復活の初音となるイエス様に従う第2の復活の実を結ぶ皆さんになることを願います。오늘우리에게주신본문20절의말씀에서이렇게말씀하세요。今日の本文20節にはこのように書いてあります。그리스도께서죽은자가운데서다시살아나사잠자는자들의첫열매가되셨도다。しかし今やキリストは眠った者の初音として死者の中からよみがえられました。죽음을이긴부활의신앙은그렇게연약하지않다는것을기억하시기바랍니다。신이우치かつ復活の信仰というのはそれほど弱いものではないことを皆さん心に留めてください。내안에살아있는부활신앙으로
어떤환경가운데서도담대하시기를예수님의이름으로축복합니다우리たちの中に生きている復活の信仰によってどんな状況があろうとも大胆にいられる皆さんになることを願います무슨일을만나도소망을잊지않기를소원합니다どんなことがあろうとも希望を失わない皆さんになることを願いますいったんへ세상의이모든것들을뛰어넘는초월할수있기를소원해요この世をすべて超越する信仰を持つことを願います사랑하는성도여러분愛する皆さん그러므로우리모두는하나님의믿음으로부활하신생명으로얻게된유정난신앙의모습이되기를소원합니다ですから私たちはイエス様の復活によって与えられたこの復活の信仰を持つ유세라のような信仰を持つことを願います부활이없는무정난신앙에는능력이없어요復活のない無精乱のような信仰には力がありません아무리품어도그안에서는생명이나오질않습니다いくら抱いてもその中からは新しい命は生まれないのです그러므로내안에부활이있느냐라고주님께서물어보실때에ですから私あなたの中に復活の信仰がありますかと神様が尋ねられた時に확신을가지고믿음으로대답할수있는저와여러분되기를소원합니다확신을못해答えられる皆さんになることを예수님의이름으로축복합니다그부활신앙으로주님의복음을전하는저와여러분되기를소원합니다또그その復活の信仰を持って主の福音を伝える皆さんになることを願います또그부활신앙으로이세상을이기되넉넉히이기는믿음을소유한저와여러분되시기를우리주예수그리스도의이름으로축복합니다また復活の信仰によってこの世を圧倒的に勝利する信仰を持つ皆さんになることをイエス様の皆によって祝福します이시간말씀을생각하며기도하기를원합니다それではこの時間一緒に祈っていきたいと思います